スバイランスの絶版開封、本日はこちら。はい、ということでね、これをベリベリ開けてるのは俺ぐらいだと思うんですけど、やばいよこれは、やばいやばい。開けていこうと思う。この段はいろんな、まあ、お騒がせカードが出た段ですね。そうです、ね、うん、もうちょっとキリがないので、まあ、ちょっと当たったやつかね、まあ、なんか当たるとあるので思うんで、はい、ビヒン、さあ完全備品なのもありがたいね。コロコロチャンネルでも1回開けたんですよね、これ未開封。あ、そうなんで、まあ、ちょっと慣れてるんですけど。慣れてる。ドロー、列脚戦士ブラッドということで、サイレントスキル、懐かしい能力ですね。はい、うん、そして、パールチェーンバトラー。パールチェーンバトラー。はい、なんで知ってですか、うん、マーフォーク、一応パシフィック慣れますと。真ん中は、はい、ベノムカプセル、サイレントスキルで相手のシールドブレイク、当時強そうに見えた。ちょっと使えそうだ、ね。使えそうに見えた。お、マップするポテト。ポテトですね。はいはいはい。まあ、なんか、何だろう、リマナネクストです、ね、あ、ネクストだ、入れてる人ポテトネクストいたわ。イモルトネクストで、イモルトネクスト、イモルトネクスト、イモルトネクストがいたと。でも最後はあエストールね。あ、エストールじゃん。はいはいはい、デュエプレとかでは強かったんだけど、これ元の効果はね、ちょっとあんまりドローじゃなくて水がね、縦を見るっていうね、微妙な効果だったんですね。最近ちょっと売れますよ、このデュエプレファンの間に。ああ、そっかそっか、完全備品、完全備品。もう一パックですね、これは。もう一パックっすか。これいきますよ、ちょっと語ることが足りないんで。え、2パック目やばいな。はい、ナチュラルブースト、これなんか覚えてるな、ね、当時、うん、持ってた。うちにあるかも。そしてレミーラ。あ、レミーラね、懐かしい。なんでわかるんですか。あの、トリバカラーのやつでしょ。水と自然のクリーチャーはブロッカーウェル、うん、で真ん中、はい、源流砲ということでね。源流砲再録でイラスト違い。これ結構イラスト怖いんですよね。あ、そうなんだ。ほら、脳になんか火が。ほんとだ、ちょっと怖い。4枚目、おお、メルニアじゃん、俺の相棒。相棒だ。ガチ相棒こいつ。おお、うん、今でいうアツトぐらい相棒にしてたからですね。本当に俺こいつからね、デュエマ始めたと言っても過言ではない。リキッドピープルなんで、うん、もう進化できるんですよね、ランサーに。ガンガン、序盤はガンガン殴っていくっていう。スレイヤーだね。で、はい、反発のタグタップ。タグタップじゃん。ブルーメイデンによく進化しましたね。え、そうなんだ。あ、うん、まあ、スピード交通だから。ちょっと青タンに強い風に見えて、うんうん、あの天才ジャニットとかで戻っちゃうっていう。あんまり強くない。なるほどね。思い出のカードが当たりました。メルニアね、結構書いてることすごいんですよね。2マナにしては当時すごいスペックだったと思う。ブロックされない。ブロックされないで絶対ね、スレイヤーで仕事もしてくれるってことで、この色のビートダウンではもう核となるような、ね、うん、メルニアビートダウン。こいつをツバイランサーに進化させるデッキを組んだんですけど、ツバイランサーは抜けました。重い。重いもんだ。重い。どう考えても重いですもん。重いから。だってねえなってるわ、その。はい、ということでね、筋肉じゃんけんをして終わりたいと思います。はい。最初はグーじゃんけん、来い。ああ、負けちゃった。勝ちました。はい、ということで、まあ、確かに。